はい、どうも皆さん、こんにちは。アラートの孫一です。今回は以前から言っていた通り、ゼロングの降臨をしていきたいと思います。パーティーは昨夜パーティーで、中身は全部ガチャゲンなしということで。はい、簡単に誰でも揃えると思います。あ、フレンドはハイパーでございます。では、早速いきます。はい、まずはシードラです。じゃあシードラじゃない、ドラゴンシードです。あれだな、俺結構モンスター間違える多いな。無理や。お、いけたいけた。無理や無理やと思ったけど、いや奇跡は信じるもんですね、やっぱり。ちょっとペンドラの攻撃力が高いんで、それだけ気をつければいいと思います。3、4、ちょっとコンボ悪いな。ちょっと昨夜パーティーもう最近ずっとカイトなんでね、ちょっとカイトやったら4色簡単に決めれるなって思って、まあ、それがちょっと慣れてきてますかね。ちょっとコンボ力とこのドロんパズル力がちょっと落ちてます。だんだんレベル上がっていくやつ結構きついんですよね。最初の方体力とか少ないから。はい、バーソルミュウです。こいつは確か2ターン3ターン目じゃあ次のターンで結構攻撃高い攻撃力出してくるんで、ちょっと一発で仕留めたいですね。ちょっと使いますスキル。よし、行こうかな。6、16。おお、よかったよかった。ちょっと木ドロップがなかったんでね。秀吉ですね。回復ドロップを消して木を、回復と闇を消して木を落としたら落ちなかった。よし、落ちた。いけるかな、大丈夫かな。ここギリギリですね。3、5、6、7、8。おお、落ち込む。64倍。はい、62万の火力できました。はい、ちょっとある程度全員のスキルが溜まってきました。はい、ここでまたペンドラたちです。ちょっと木ドロップがないんで、もう仕方ないんで、もう普通にコンボだけで倒していきたいです。ペンドラから先倒せれば。3、4、5、7、8。おお。結構落ち込んきますね、今回。81倍。お、3ターンもくれますね。ちょっとここは。結構運いいですね今回。はいはい、落ち込ん、いいですね落ち込ん。ちょっと次のターン焦らないようにするためにもう一回もうこのターンで倒します。ちょっと焦ると多分僕、あ、落ち込ん結構来るな。焦ると結構ね、あのドロップパズル力下手になるんですよ僕。ちょっと余裕を持ってね、やっぱ倒していきたいですね。はい、ゼログも6ターン3ターンも待ってくれてるんで、ちょっと今回敵の出方といいターンスといいちょっと運がいいですね。いいいいいい。あ、これゼログ倒れたんじゃない。お、耐えるか、さすがだな。400万だっけな、と防御力、防御力じゃない、防御力400万だったらえげついな。
やばいですね。水が落ちてこれば、あ、落ちてきた。はい、じゃあもう早速もうエキドナーは多分もう使うことないんで、はい、はい、ゼロをクリア。次なん、あ、もうボスか、早いな。戦いましょう。確か6コンボをしないとですね。はい、6コンボです。6コンボ、ちょっと6コンボ、ちょっと今回パズルちょっとやばいからな。6コンボいけるかな。6コンボ、6コンボ、6コンボぐらいいけようと思うんですけどね。いつもだったらいけるんですけどね。結構ちょっと待ってよ、考えなきゃ。2、3、4、5、6、奇跡。はい、もう一度。次確か操作遅延が開けました。1秒ですね。一応昨夜と自分の昨夜とフレノの昨夜で1秒伸びてるんで、いやー行きたいな。3、4、おー、いたいたいた。あ、結構昨夜簡単に行きましたね、さっきよりは。はい、ここで全員のスキル溜まりました。とですね、まあ一応防御1しか、相手1しか与えられないんで、ちょっと光を多めに消しつつ、次のバトルで火ドロップ、あの光以外のって言ったそばから落ちてきてない、やばい、これやばいな。火が落ちてこないと負けます。とですね、ここでまずやっておくんが、このパーティーに、何かしら自分にかかるスキル、例えば防御系とか、あのアヌビスといった反撃系みたいな感じのをまず1体入れとくのが、まあ戦いやすいですね。まず今回ミズカルズがいるので、これを使います。そうしたら、まあちょっと1回やってみますね。はい、そうしたら次のターン絶対にリターン2ゼロって言って、その自分のかかる能力を無効化してくるスキルを使ってくるんで、だこれ使ったら多分、はい、結構簡単にクリア、一旦待ってくれるんで、さっきの 75% 減らすのが減るんで。あれ、昨夜のスキルってなんだ。あ、 20% 回復か。バインド回復しますよ、タンプラソリプラス。はい、全部の使いスキルを惜しみなく使います。はい、ここはまああとはもう自分たちのパズル力が試されます。はい、ここでまあもう最低6コンボ以上で倍率をかなり上げていくしかないです。はい、ちょっと4つ消し1敗しないとですね。はい、はい、一応揃いました。はい、6、7、8、おお。でも最後10コンボ決めなかったな。100倍を見せなかったです。まあでも100万70万超えですね。はい、プラス落ちました。はい、ゼロオーグクリアです。はい、はい、そうですね、はい、ゼロ、はい、その本当に遅くなってすいません。ゼロ降臨でした。一応中身はサブは無課金編成なんですが、まあ一応あのこれじゃなくても普通に全職ドロップ変換、まあカーリーでもいいし、まあリーダーカイトの方が多分結構簡単にクリアもできると思います。絶対まず、75、最後のゼロ戦では味方にかかるスキル、自分にかかるスキル系を持っていくと、まあ、75% ダメージ、 75% 減らすダメージのあれが消えるんで、もう一旦だけなんで消えるんで、まあそれの方が戦いやすくはなると思います。はい、まああとはもうドロップ変換で最後は押すしかないですね。
はい、はい、今回は、今回の攻略は以上となります。コメント欄の方でまた攻略してほしいダンジョンがあれば、書いてください。できるダンジョンであれば、行きたいと思います。まあ、その時にパーティーとかも書いてくれたらいいんです。ちょっとありがたいですね。そのパーティーの内容については以前のすると降臨の最後で紹介しました。まあちょっと今までの僕の動画も、見てください。パズドラだけじゃなくて、アラート の他のメンバーがやっている個人の動画や全員で撮影している動画も見ていただけたらありがたいと思います。では今回は、ゼローグ降臨でした。はい、ご視聴ありがとうございました。See you!